天然樹脂は天然に主に植物に生じたヤニ状物質のこと。樹皮より分泌される樹液が揮発成分を失った後の個体のこと。樹液の不揮発性成分。植物由来のものだけでなく、動物や鉱物から得られるものを含めることもある。もともと単に樹脂といえば天然樹脂のことを指していた。しかし、有機化学が発達してからは、 天然樹脂に似た性質を持つ物質が石油や植物繊維などの原料から化学合成されるようにもなった。そこで本来樹脂と呼ばれていたものをレトロニムとして天然樹脂と呼ぶことも行われるようになり、その場合化学的に作られたものを合成樹脂と呼んで区別するようになった。樹脂は産出状態や流通形態によって含油樹脂、バルサム、ゴム樹脂、 樹脂の4種に対別できる。樹脂は水に溶解しにくく、逆にアルコールやテレビン油といった有機溶媒に溶けやすい。その溶媒が揮発した後には、白膜状の高分子物質となって残る性質があるので、塗料や充填剤として利用されている。樹脂は主に樹脂酸といわれるカルボン酸とそのエステルからなる。樹脂酸は ピマル酸などのジテルペンに属するものと安息鉱酸や、ケイヒ酸などの芳香族カルボン酸に属するものに大別される。なお、植物から得られる不揮発性の固形物質としては、樹脂以外にも、ロウという脂がある。それらは成分が異なり区別されている。樹脂は加熱して誘拐させることで流動性を与えることもできる。加熱誘拐させたり有機溶媒に溶解させて、 塗布可能になったものを塗布した後、冷却あるいは溶媒を揮発させると、表面光沢と透明感のある耐水性の被膜を作ることができる。そのため、古代より塗料やニスなどに使用されてきたのである。特に船の防水に用いる樹脂は戦略的にも重要で海軍物資としてネイバルストアーズと呼ばれた。また、中には揮発性の精油成分を含有している樹脂もある。 これらは古代から香料油として用いられている。植物から得る天然樹脂のほか、これと性質の似る昆虫を介して得るシェラックもある。また、シェラック以外の動物から得られる樹脂はほぼ動物性、由来タンパク質が主成分を占めることが多い。また琥珀は樹脂が化石化したものである。プロティアム SP、カキガイブリンクには、 画材として用いられるものが説明されているが、装飾品、塗料、光沢材、接着剤、結合剤、滑り止め、研磨剤などにも用途がある。古代エジプトの時代から樹脂は神に捧げる香として用いられた。聖書にも、香油の原料として、キリスト生誕時に献上されたものとして、樹脂の記載がある。あるいは医薬としても用いられていた。 木を傷つけるとそこに樹脂が分泌されるのでそれをかき取って集める。香料として用いる際にはこれを細かく砕いて水蒸気蒸留するか、あるいは有機溶媒に溶解させ不要物を除いた後、有機溶媒を除く。前者によって得られたものはオイル。後者によって得られたものはレジノイドと呼ばれる。以下に香料として用いられる樹脂をあげる。ありがとうございます。